度はラップミュージックを選んでくれて I gotta thank you。 ご使用の前にラップの説明書 Read it through。 悪いイメージを捨てて柔軟に扱って、一回ハマったら返品も交換もままずね。女と金酒だけがテーマ音楽、やメロディないから違えじゃん、不良とか下品とかエコーはって勘違いさせてごめんな。聞くべきラップはたくさんある、歌詞のメロディーがない分歌の意味がそれだけ深く、そこで初めてラップの良さが伝わる。イメージ悪いことに対しても Sorry But ダブダブの服の時代終わり、今ではオシャレンファッションの世界、見かけによらずラッパーは頭いい。 Can you think of any other music like it? A straight male rapper fighting for gay rights and rappers having lectures giving that advice man, teaching the youth there's nothing to be frightened about。 早口すぎる時もあるだろう、意味不明と思う時もあるかも、でもそれを聞き取ることが楽しみでもあり、長所なら短所、気持ち吐き出しながら韻を踏む、他ではないクリエイティブさに魅力、でも英語が多すぎて I'm confused。 英会話の勉強こそラップ、これまでラップ好きじゃなかった人もいると思うけど、これからどうぞよろしく、末永く付き合ってくれ。 Rap Music は皆の音楽だぜ。